みつまみです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ずらっとこう並んでますけど、はい、はい、これはアメリカから帰ってきたお土産のすべてですか？すべてではないですね。これ今日持ってこれてない分もあります。購入品紹介動画撮ろうってなってさ、わざわざ家から今日持ってきたの。でもね、ボストンバッグに入りきれなくて、あ、無理だと思って、普段国内出張を 4,5 日ぐらいするキャリーケースに全部詰めてきたんだ。だけどそこに入りきれなかったものは置いてきました。これをじゃあ紹介していきましょうか。でも、はい、多分他の人の爆買い動画とは違って、多分そんな効果もないで、あくまでも多分私らしい動画にはなってるんじゃない、うん、お菓子とディズニーしかないから。じゃあまずディズニーからいきましょうかね。ディズニーが、はい、オッケー。ディズニーは、じゃあまず今つけてるのは、これはフロリダのディズニーで買ったんじゃなくて、ニューヨークにいる間に、ニューヨークにあるそのディズニーストアなのよ。ミニーちゃんが自由の女神の格好になってる、唯一いるとこなのね、そこが。そこに来て買ったのがこのサイトです、うん。もう来週のフロリダでつけようみたいな感じで、もうその場で買った。で、その時に、これね、めっちゃやばい。もう即買いだったんだけど、ビジットアトランティカって書いてあるんだけど、これはアリエルの T シャツなんだけど、アリエルが住んでるところがアトランティカっていうの。ここにマーメイドとかアリエルじゃなくて、ビジットアトランティカっていうワードを使ってるのが特別ポイント。珍しいじゃん。だからもうこれは即買いですか。T シャツ今紹介してるから、そのまま服行くね。これは先週日に買ったんだけど、あ、かわいい。これはこの形がディズニーワールドでは有名。ディズニーワールドでお土産で多分一番喜ばれると思う。このスピジャって言うんだけど、スピリットジャージっていうのが向こうのデザインで、で、これの即決のポイントがね、後ろなんだけど、このね、ウォルトディズニーワールドっていう風に、どのそのスピジャも書いてあったりするんだけど、こういろんなキャラクターになってて、スティッチとアリエルはいるもん。スティッチとアリエル、料理さんと宿題だったんだけど、もうこのさ、ちっちゃいサイズが売り切れてたんで、XL サイズしかなかったんだけど、もうでかくてもいいやと思って買った。これはね、1万円くらい。これは、アリスの紅茶。カチューシャは、シンデレラのコーディネートを絶対するって決めたので、シンデレラのカチューシャ。かっこない？これ。あとは、こちらは、アースラ。アースラってアリエルに出てくる悪いやつ。これは、今年ね、日本のハロウィンディズニーは、ヴィランズのショーが始まったので、日本に帰ってハロウィンディズニー行った時に付けられると思って買ったの。そう、でももっと本当はカチューシャ欲しいのがあったんだけど、セールしました。1個、5、6千円とか、多分8千円とかするから。これが、ハリウッドスタジオで買ったコーラ。はい、あ、前回の動画でしたやつね。そう、はいはい。これはね、もうボトル目当てで買った。ちょっと中身は妹さんと誰かに飲んでもらう。スターウォーズだ。そう、かわいいよね。これ、ハロウィンのパッケージのスティッチのポップコーン。かっこない？これさ、何味のポップコーンか全くわかんないんだけど。スティッチだから買った。パケ買いね。そう。はいはい。これかわいくない？え、それ何だ？うん、これさ、ちょっと大きいからさ、重さもあるし、買うか悩んだんだけど、タンブラー。で、タンブラーとしては私は全く絶対使わないんだけど、あんまり家でタンブラー使うことないから。でもこのね、ストローの部分を外して、置物にしようかなと思って、買いました。それ何ですか？これはモンスターズインクの悲鳴を集めるさ、あるじゃん。うん。で、これはね、買えるかなみたいな感じで悩んだんだけど、最終日にやっぱり買うってなって買いました。これはね、35ドルぐらい。あとはクッキー、クッキー類ですね。アメリカのそのディズニーのお土産では結構定番だと思う。このミッキー型の、ミッキー型デザインのクッキー。これチョコチップ味と普通のがある。で、多分入ってる個数が多分これ違うだけだと思うんだけど、これも定番なんで、誰にあげるとか全然考えずに、とりあえず買っていこうと思って買いました。これもクッキー。ミニーちゃん。ここはね、ドナルドとかね、フルーツとかグーフィーとかもいる。ゴムベア？かわいくない？いや、お菓子作り趣味だから、いいなって思って。ミッキーの手の方がかわいいと思って買った。これ20ドルぐらい。あ、これは、前の動画出ましたね。ポップコーンバケットシンバー。これはアニマルキングダムで売ってます。ちょっとカラカラなってるっていうことは、ポップコーンの種が入っているであろう。これが、ボールペン。
アメリカンのミッキーのやつとお母さんにあげようと思ってドナルドが一番好きだからドナルドを選びました。あとフォーキーね。これはさ、トイストーリーのコーディネートした時に写真に使えそうと思ってフォーキーも買ってきた。こっちのボールペンは1個1500円ぐらい。ボールペン1個で1500円だよ。これもボールペン配り用みたいな感じで、でもちゃんとウォルトディズニーワールドっていうロゴが一本一本入ってるからこれにしたって感じで、これがねめっちゃ可愛いんだよ。スイッチのピンバッジがくっついてるやつで、多分これはなんか他の人と交換みたいな感じでするようらしいの。だからこのストラップにピンバッジ交換したのつけたりとかするっぽいんだけど、そんなんあげるわけないやん。やばないよってこれ。スティッチとエンジェルとルーベンとリロイがいるの。やばいですこれは。スティッチ好きにはたまんないと。このエンジェルのやつとこのキーチェーンのスティッチとマグネットのスティッチ、この3つはあのディズニーランドではなくてなんかスーパーみたいなところでそのディズニーキャストの方が買ってくる、なんかホテルに送ってくれるときにあったからって言ってプレゼントしてくれたんです。これはねめっちゃ大事に使いたいと思います。これはねちょっと開ける動画、勝負動画撮ってもいいかもね。これスティッチのシークレット系のやつ、なんかいろんなスティッチのやつが入ってるんだけどそのうちの1個入ってるみたいな。で次、マリーちゃんのぬいぐるみ、めっちゃ可愛くない？向こうのねぬいぐるみ系は結構顔が日本と違うのが多すぎてあんまり可愛いと思えるぬいぐるみが少なかったのなんだけど、これは可愛いなと思って。リブ球とかもめっちゃ可愛いよね。こんな大胆に書いてあるとなかなかないから。マリーちゃんぬいぐるみです。これも35ドルぐらい。で今度パークのちょっとマッキーがあるのが結構リアルなんだけど、向こうでさサイン書いてましたからもうトップにスティッチに書いてもらって、スティッチはもう中にと思わなくて外にここに書いてって言ったらここでいいぞみたいな感じで、スティッチとかゾイとかいろいろいます。そうめっちゃあるよ。アリエルも可愛い。アリエルは実写版とあとアニメのがあったんだけど、実写版はこっちに書いてもらってるけどアニメは一番後ろに書いてもらった。超可愛い。これはディズニー行って初めて行った人に初めて来たんだよっていうファーストビジットって言うとくれる。これね動画で多分出すと思うんだけど、この後アトラクション終わってアトラクションから車椅子乗り移ったら置いてあったっていう多分その知らない人からのプレゼント、そういうことがあるのよ向こう。なんか普通に私が一人で写真撮ってたの、自撮りとかしてた時になんか声かけられてなんかプレゼントこういうみたいな感じでなんかくれたりとか、キャストさんからくれたりとかじゃなくて普通にそこに来てるお客さんがくれたりとかするの。なんかこれは正直手渡してもらってるわけじゃないからお客さんなのかキャストさんかかんないけど、アトラクションから降りてきたらこれが車椅子に置かれてた。アリスのさウサギのピアス超可愛いよね。思い出って感じ。これはディズニーのパークチケットです。あ、これ以外にもねまだあるよ。多分1,2,3,4,5,6 ってあと1枚なんだろう。ミッキーだ、ミッキー置いてきちゃった。でもカードが向こうめっちゃ可愛い。あー、これこれこれはねトミーが最終日にくれたの。これとなんかプレゼントポイントってなんか最終日になんか買ってきてくれた。これと、はい、これもいただき物です。あ、そのタミーがくれた袋はこれに入ってた。この袋めっちゃ可愛くない？はい、プリンセスだ。そう、で、ティアナがいるの。ティアナは日本にいないプリンセスです。で、あとは絵を買いました。向こうは本当にお土産屋さんがいっぱいあってなんかサングラスだけ売ってるお店とかもあるんだけど、これは絵が売ってるお店に行ってこういうでかい絵とかも売ってるんだけど、ポストカードにサイズでなんか印刷されたやつも売ってて、こっちが高いから全部買えないなと思ってポストカードサイズでシンデレラ、これなんかめっちゃ色合い可愛いと思って、これとあとマリーちゃん買いました。スティッチがね売り切れてたんだよね、なんで買えなかったんだけど、こんな感じ。ディズニーはこれくらいかな。っていうかスティッチのグッズさめっちゃ多いの向こう。アナ雪とスティッチのツートップって言われるくらい本当にグッズが多いし、ス
ステッチがマジで人気すぎてグッズの売り切れとかもあるしって感じ。これとディズニーワールドって書いてあるでしょ。これも売ってます。数ドルで売ってる。コーラはこれ妹から連絡が来て買ってきてほしいって言われたんですよ。こちらはチェリーコークです。日本には売ってないチェリー味のコーラ。たまにコストコとかで売ってるらしいんだけど、あんまり最近はコストコにもチェリーコーク置いてなかったりするらしいんで、妹がチェリーコーク買ってきたっていう連絡が入り買ってきたっていう。なんで私は飲まないです。だからニューヨークでさ終わってフロリダに移動してから連絡が入って、ニューヨークだったら店多いのにフロリダディズニーしかほとんどいないのに買える暇ないよと思って行ったスーパーになかったのチェリーコーク。でこれもディズニーのキャストさんのマネージャーが買ってきてくれた。妹から欲しいって言われたんだけどって、それを覚えててくれて別日に買っといてよみたいな感じで渡してくれたっていう。これは炭酸水、パイナップル風味とか、何クロハスのさ味がついたやつみたいに炭酸水の香り付けみたいな。でも甘くはない。この辺はこれに例のアイスが入ってました。こうやってここにアイス入ってて、カップも売ってるんだけど、ヘルメットは多分こう12ドルぐらいするんだけど、まあ、思い出ないしと思ってこっちにした。私はでも会場がマイアミだからドジャースのものは売ってないの。ドジャースのものは1個も買えなかったけど、まあ、思い出としてアイスを食べて持って帰ってきた。でこのファーストビジット、これもその一緒に初めて行った人にもらえます。これは誰の選手かわからないんですけど、試合中に飛んできたボール、プレマスター。これさ気になるってさっき言っとったよね、うん、これはもう見ての通りわかるやん。これ自由の女神よ。けど自由の女神よ。これこれは自由の女神に行くところの近くに売ってるんだけど、1個5ドルすのね。5ドルって700いくらスポンジなのに。なんだけどこれはなんかここからこうやってつけるわかる？写真のためだよ、買ったの。写真のために、これ絶対これあったら写真いいじゃんって思って、一緒にね回ってくれたね、ちょっとね、じゃあ買おうかってなって。自由の女神ってさ緑じゃん、だから緑一択かなと思ったけど、やっぱピンクもさ写真撮れたら可愛いなと思って悩んだ挙句、1個5ドルするからさ、でも2つでさ10ドル高いやん、スポンジで。だからそこで2つ買うから安くしてって言って値下げ交渉しました。ディスカウントって言って、多分観光客の中一番楽しんどったで絶対。おすごい自由の女神だ。たま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 っていうか、緑服持ってってたから自由の女神行くってなった日時に朝もこれだと思ってこれにして。ニューイヤーグッズなんかやったらこのエムズチョコ、エムズチョコはもう妹に買ってってって頼まれて、ただこういう感じで妹にエムズチョコ買ってきてって言われて、これこれこれピーナッツ入ってるんだけど、このピーナッツのパターンと本当にノーマルのミルクチョコしかないらしいんだけど、向こうはいろいろあってプレッツェルが入ってる中に、プレッツェルで、これがクッキー、これがピーナッツバターっていう感じで、日本にない味があるからそれ買ってきてほしいって言われたんで買ってきました。で今言った4つはコンビニで買ってるんだけど、エムズのさ、チョコレートファクトリーみたいな、なんかその、エムズだけが売ってるところがあるのね、ニューヨークに。ニューヨークで一番行きたいとこだったの、今回。だから、この、ブラウン、これ味2種類いいけど、これと、これは、ポップコーンが入ってるのね。エムズチョコとポップコーンを組み合わさってるっていう、なんか謎の、初めて見た。この、2つと、これ詰め放題じゃないって、量り売りみたいなやつ。これと、これは、もう、食べちゃってるんですけど、これね、これ2つパック、買い売りになっちゃったんだけど、の、今、1、2、3、4、5、6、6点で、2万800円しました。チョコレートだけで2万800円しちゃった。やばいよね。まずこれが、1個10ドルなんで、1500円ぐらい。1500円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 みたいな感じで、量り売りが高いやと思う。いろんな味をそのミックスしたりとか、もちろん今言った味以外のものもあったりするんだけど、ビターチョコとかね、いろいろあるんだけど、だから私バカだからさ、英語見てさ、1、なんとか、スラッシュ10ドルみたいな感じに書いてあったから、なんかこの袋のハーフが10ドルだと思ったの。だから、いっぱいいっぱいさ、20ドルみたいな感じだと思ったんだけど、なんか1キロ10ドルとか安くて、3キロぐらいかな。買ってて、
が高くなったっていうね。はい、しかも2万800円したんだけど、それ割引聞かせてる私。別日にアイス食べてたの、エムズの。だからそこで次来たら 10% 引きになるっていうレシートをもらって、それを聞かせて2万800円した。ちなみにこれはニューヨークからフロリダに行く飛行機の中で破裂したんですよ、機内で。だからなんかもう変なとこから開いちゃってて、これをジップロックに入れて持って帰ってきたんだけど、もう帰国して早々食べ始めてるっていう。これはもうね、最終日にめっちゃバーって買ったんだけど、オリオのなんかこれさ、白いパターン初めて見たから。そう、多分これが普通のオリオ、でも日本より多分薄いんかな。で、これがおもろいのがなんかピーナッツバター味か、もうピーナッツバターってやっぱアメリカのなんよ。それがね、こう2つぐらい買ってて、で、このピーナッツバターとこれ、そうなんだけど、これは普通でピーナッツバターなんだけど、ビスケットの部分はこれソフト、柔らかいらしい。で、これがモスト、その白い部分が多いってやつなの。ちょっとおもろいなと思って、はい、俺を1、2、3、4、5、6、7、8、9個も買ってるわ。 で、これはあのハリボーのこのタイプで、ね、地味に食べやすくて、あのイタリアの時とか結構食べたからまた買った。これは友達にもらった、てかモデル仲間がくれました、あのプリングスね。プリングス私イタリアで6、7個ぐらい買って帰ってきたんだけど、この筒でかいのね。今回は買わなかったけど、まあもらったから。で、これがフレーク的な、うん、それのアメリカってめっちゃカラフルなのとかあるんだけど、これはハニーナッツ味で、フレークの部分がオーツ麦にできてるらしい、グルテンフリーなのだから。そう、だからね、こういうのいっぱいあったんだけど、一番ちょっと健康そうなアイスを買った。あとこれはもうね、向こうの人からしたらすごい定番のやつなんだけど、マッケンチーズって言って水注いでチンするらしい。これは最後、貴重、レアだよ絶対。これは警察官の方にもらいました。とある日にニューヨークで警察官の方が一日アテンドしてくれた日があって、その時はもう本当に超有名人の方がさ、観光する時かのように裏ルートを通って観光する場所、そのビルに入っていくみたいなルートとか通って観光した日があったんだけど、その日の最後の時間に警察署寄ってくって言われて、警察署寄ってくってなんだと思って今とりあえず行ったんだけど、そしたら本当に警察署の中に入らせてくれて、捕まった方とかいるじゃん、そういう方たちも地下にいるみたいな。でもそこは怖くて私は行けなかったの。ちょっとそこはいいですって言って断ったけど、でもなんかそういうところで行って手錠を見せても、リアルで目の前で見せてもらったりとか、なんかそういう感じしたんだけど、その人たちの一人がこれなんかいっぱい積んでて1個いる。これはだからリアルに本当に警察で勤めてる方が警察の制服にここに貼るやつです、の本物のやつをもらいました。その後ね、警察の車あるじゃん、うん、ああいうのとかも見せてもらったりとか、帽子も貸してくれて写真撮ったりとか、めっちゃ貴重な経験をさせてもらいました。これ以外にもでもあるんでしょ。はい、これはこれから出る動画でも買ってるってことは撮ってる、ちょっと撮ってる、なんかディズニーとかわーっと買ってるとこ撮ってたりとか、まあ、これももらうシーンもあるし、ちょっとこのオレオのシーンとかはもう最後の日に買ってるからないけど、買ってるところだけ投稿して、これ何だったのとか、何買ったんですかとか多分今後聞かれるし、インスタでも帰国したって投稿したらお土産何買いましたかとか質問あったの。だから今後 Vlog とか見て、これなんだろうってか、一瞬撮ったけどなんだろうとかってなった時に、この動画見れば多分大体わかるっていう感じの風になってます。ということで、とりあえずね、アメリカ帰国して早々動画撮ってるんですけど、アメリカに行く前に撮った素材をまだ投稿しきれてないので、その動画をまあ挟みつつ、アメリカの動画も編集次第投稿していきますので、そちらも楽しみに待っててください。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。